戒律についてお話ししたいと思います。宗教には戒律というものがつきものでありますが、キリスト教にはそのどんな戒律があるのか、キリスト教に戒律なんかあったんかいなと思われるかもしれませんけれども、例えばイスラム教にはですね、イスラム教の戒律、何か、例えば食べ物のことであるとかですね、それからラマダンという断食の期間があったりとか、1日に5回メッカの方を向いて、お祈りをしなければならないとか、ヒンズー教には、ヒンズー教の戒律があり、またユダヤ教にもユダヤ教の厳しい戒律があります。宗教にはそういう、あれをしてはいけないというようなですね、この戒律というものが必ずあるわけですけれども、キリスト教には果たしてどんな戒律があるんでしょうか。皆さんは何かクリスチャンの方はほとんどですが、キリスト教の戒律を私はこういうものだと思って守っておりますというのが終わりでしょうかね。キリスト教には戒律があるのかと言われると、イスラムや、ヒンズーのような意味での戒律は、ないと思います。もしあるとすれば、それは多分モーセの10回ぐらいのことかなと思うんですけれども、しかしキリスト教にもいろんな宗派や、教派がありましてですね、中には非常に厳しい戒律を持った団体もありますし、何にも言わない柔らかいところもあってですね、そのキリスト教全体でこれはしてはいけない、あれはしてはいけないというものが統一見解のようなものがあるということはないですね。もちろん食べてはいけないものもありません。もしあるといえば、さっきモーセの10回かなという話をしましたけれども、どうもその教会というところはですね、この国においては非常に厳しい戒律を持っているところのように思われている節がないでしょうかね。クリスチャンになったら守らなければならないことがたくさんあって大変だというふうに思っている方も多いのではないかと思います。しかしキリスト教にはそういう、これを破ったら破門になるとか、これを守らなければ、ならないというようなものは、厳密な意味ではないんですね。非常に柔らかいというか、それがどうも問題なのかもしれませんが、さっき言いましたモーセの10回というものの中には、例えば盗んではならないとか殺してはならないとかっていうものもあります。これはむしろその戒律というより もうどこの国でも当たり前の法律になっているものですから、そのキリスト教独自の戒律というわけではないですね。しかし父母を敬えというのもモーセの十戒ですし、それから他人のものを欲しがってはならないというのもモーセの十戒なんですね。もしこれが戒律であったとするならば、みんな大体10代の前半にはキリスト教をクビにならなきゃいけないんですね。みんな親に反発をしてですね、敬うというようなことはとんでもないというような時期を過ぎるわけですね。また隣のものを隣人のものを欲しがってはならないというのが戒律であるとすると、誰もクリスチャンであることは不可能ということになってしまうわけでありまして、そういう意味でモーセの十戒というのはもちろんそれを守らなければならないものですけれども、一方その努力目標のようなですね、そういう意味を持っております。いわゆるその戒律ではないですね。その他の宗教では戒律っていうのは非常に厳しいという話をしましたけれども、
例えばユダヤ教やイスラム教はですね、ヒンズーもそうですかね、豚肉を食べないという。ですから世界で豚肉を食べない人は何十億もいるんですね、実はね。日本人はもう何でも食べますけれども。で豚肉を食べないということは、単にその、とんかつを食べないということだけではなくて、豚肉のエキスから取った、出汁もダメなんですね。ですから、ユダヤ人は、ポテトチップスを食べるときに、必ずその裏を見て、その、豚エキスって書いてないかどうかということを確認するんですね。今度見てみてください。ね、あるんですよ、ね。なんでこんなものに豚のエキスが入ってるんだというようなものがあったりですね。鳥はまあ大体世界中食べられますけれども、牛のなんか入ってたりするとかっていうと、ダメな宗教もあるんですね。まあ、ユダヤ教の場合、非常にそれが、まあ、ユダヤ人がみんなそうだったわけじゃありませんけれども、きちっと守ってる人は、もうエキスも使っちゃいけない。だから、必ずもうユダヤ教の公認の食材というものがあってですね、それを食べなければならないんですね。まあ、イスラムの人ももちろんその辺は非常に厳しい、ようですけれども、まあ、ユダヤ教ほどでもないですけどね。大体世界中で食べることができる肉は何かというと、鳥とそれから羊なんですね。羊は意外に世界中どこでもどの宗教でも、多分食べられると思いますね。日本人はあんまり羊を食べないですけれども、ユダヤ教はそればかりではなくて、その鱗のついてない魚はダメですから、イカもタコもウナギもダメですね。寿司屋なんか絶対行かれない。寿司屋行っても食べるものは卵ぐらい、卵ときゅうり巻きぐらいでしょうかね。寂しいですね。まあ鱗のある魚は食べられるからまだいいかな。でもそれはもう宗教の戒律ですから、まあ、彼らにしてみればそれはもう守って当然だというふうに思われてるんですね。でキリスト教の中には例えばそのお酒はダメだと言っているその宗派教団というのもありますね。一切ダメだと口にしないで、まあ、そういう人たちは厳しいグループの人は飲まないだけじゃなくて料理にも使わないと。でも外で食事をすると必ずその食事の中にお酒が使ってあったりするんですね。そこまで禁止してる人はあまり聞いたことないですね。外で食事ができなくなってしまうので。でも戒律とするならばですね、それはもう一切ダメなんですね。もう一切アルコールが使ってあるものはダメということになります。まあ、そこまで厳しいところはないようですけれども、まあ、でもキリスト教は一般的に、まあ、聖書はですね、そのこれをしたら波紋になるというようなことは一言も言ってないです。でも日本ではキリスト教というのは何か非常に厳しい宗教のように、まあ、思われていると。最近そうでもないような気がしますけどね。まだ未だに教会に行きませんかって言って、私は教会に行くほど清くも正しくもないのでっていうふうに言われるんですよね。なんか皮肉かなと思ったりしますけどね。案外皮肉だったりするんですけれども、いやってね、なんか教会行ったらあれするなこれするなって言われるから嫌だと。でそんなことありませんよって言うとですね、ますますなんか怪しいように思われるんですが、本当に何もないんですね。で本来その、まあ、教会っていうかキリスト教の教えっていうのはそういうものは非常に自由ですから、まあ、それぞれの団体というかグループでね、まあ、そういうものを決めているところはありますけれどもね。例えばその女性が髪を切ることを禁止しているグループもあるし、アメリカ行くとクエーカー教徒とかですね、昔目撃者という映画に出てましたけれども、もう一切の文明を禁止しているグループもあるんですよ、キリスト教でね。ボタンもダメっていう。なんでボタンがダメなのかな。電気、ガス、水道は全部ダメ。そういうグループもあるんです。それはね、それぞれのグループが勝手にそう決めてる、それぞれの、決まりであって、キリスト教全体としてこうだというわけではないんですね。でも、キリスト教の戒律は厳しいものだと日本で一般的に思われているとするならば、それは教会の側に問題があります。教会はかつて、日本の
そういう、まあ、倫理道徳みたいなものの改善に非常に力を注いだという時代がありました。特に、明治時代ですね。日本に来た宣教師たちは、まあ、これがその全てというわけではないんですけれども、農村部の悲惨な状況を見ましてですね、なぜ日本の農村部はこんなに貧しいんだろうか、理由は2つだ。1つは、父ちゃんが酒ばっかかっくらって全然仕事しない、もう1つは、赤線がいけない、交渉制度が良くない、ああいうところに娘を売っ払ってるのがいけない、この2つを何とかしなきゃいけないということで、禁酒運動と勝敗運動をキリスト教は一生懸命やったんですね。でも本質的には日本が貧しかったというのが原因なんですけれども、もうそういうその表面的な問題ばかり、まあ、問題にの解決に一生懸命取り組みました。もちろん市場教育をしたとかですね、社会福祉とかいろいろやったんですけれども、どうもそのキリスト教っていうのは厳しい宗教だと、いうことで、まあ、有名な酒飲むな、タバコ飲むな、な野草教は、ああ面倒な修士なりというですね、川柳がこれ大正時代に生まれたんですね。うまいこと作りましたね。本当にうまいこと作りました。感心してますね。ああ面倒な修士なりですね。アーメンとしっかりかけてましてですね、今気がつきましたかね。まあ、とにかくそのあれをするなこれをするなっていうようなことを教会が率先してこう言って回ったとか、こう触れ回ったっていう時代がありましてね。でその後第二次世界大戦の後、もう一回再びその世界中から宣教師がやってきてキリスト教のことを伝えたんですけれども、彼らはこの日本人のことをどういう民族だと思ってやってきたか、どういう民族だと思ってやってきたと思います？温厚で、柔和で、道徳心が富む民族だと思ってきたと思いますか？とんでもない、アルカイダのようだと思ってきた、だってそうでしょ、戦闘機ごと突っ込んでったんですから、それもしかも国を挙げてやってたんですよ、国を挙げてですね、もうとにかく命がけで世界侵略をしていたんですよ、事実ですね。そしてもうアジアでは好き放題悪いことをする、朝鮮半島、中国ね、南はインドネシア、シンガポールまで、もう日本の大東亜共栄圏なんか言ってですね、とにかく侵略をした、武力を持たせたら大変恐ろしい国だ、そういう国に宣教師がやってきたんですから、何を伝えたと思います？そこで神の愛や恵みは解かないですよ、あなた方は罪人だって言ったんですね、神の裁きが下るって言ったんですよ。もっともですね、そういう話をするのは、まあ、私が宣教師だったのもそうしたと思いますよ。悔い改めなさい、いまだにそういう響きがずっとつながってますけれどもね。当時の宣教師たちはみんなそう思ってやってきたんです。そこに座っている人たちを見て、これこいつらこのまま置いといたらまた戦争を仕掛けるかもしれない、また戦闘機に爆弾積んで突っ込むかもしれない、また何か悪いことをしてすかすかもしれない、竹槍一本で攻撃してくるかもな、そんなことをこう思いながらですねやってきたんですよ。まあもちろんそればかりではありませんけれども、その日本人に神の愛を伝えるということよりも、あなた方は間違っている、あなた方の考えは違うんだ、これはしてはいけません、あれはしてはいけませんということをですね、その説教の中心に、お話の中心に据えてキリスト教を伝えてきたんです。これは事実なんですね。もう昔の宣教師のストーリーってのはみんなそうですから。でも聖書のメッセージっていうのは、もちろん人間の生活、倫理や道徳に関わるものもありますけれども、そういうものは中心的なものではありません。聖書のメッセージっていうのは、この全世界を作られた神様がおられて、その神は一人子を与えるほどに私たちを愛しておられる、どんなに罪深いものでも神を愛しておられますよっていうのが聖書のメッセージですよね。でもそうでない、それ以外の生活や倫理や道徳に関わる部分を、どうも日本のキリスト教会は
まあ、そういう背景、歴史的な背景もあってですね、中心的に伝えてきてしまったという問題があります。その結果、教会の敷居はどん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 高くなってですね、一方ではクリスマスだとか結婚式だとか、そのキリスト教のなんかこう華やかな楽しい部分は浸透しました。日本人はそのこれは自分にとっていいなと思ったらもう喜んで取り入れます。これは便利だな、これはいいな、これは自分にとってはいいなと思ったらそういうものは取り入れるのは大変上手ですね。これはもうこの何千年の歴史が証明しております。ですからキリスト教はとってもいい教えだけれども、その中でクリスマスと結婚式はいい、それ以外はちょっと勘弁してくれと、それ以外はまあ私の方はあんまりちょっとお印が違いますよとか言いながらですね、クリスマスだけはみんなで、もう最近昨日一昨日は先週なんかちょっとデパート行きましたから、もうクリスマスの道具売ってましたね。まだ11月入ったところですよ、そのうち9月になったらクリスマスセールが始まるようになるかもしれないですね、もうそれぐらいクリスマス好きですけれどもね、キリスト教が本当に言わんとしていること、本当に伝えようとしていること、神がこの世界をお作りになって、そしてその神は私たち一人一人を愛しておられる、この偉大にして厳粛なメッセージというものは、その他のものが全てなくなったとしても変わることのないメッセージ、もちろん世界中の教会でそのことは語られていますけれども、それ以外のものがどうもキリスト教のメッセージであるかのように思われてしまっているとするならば、それは大変悲しいことです。で、今日先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の11章の言葉はもう一度読みますけれども、人の子が来て飲み食いすると、見よ、大食感で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。人の子というのはキリスト自身がご自分のことを指すときに使われた言葉でありますけれども、つまりイエス・キリストが、飲み食いをすると見ろ、大食感で大酒飲みだという、これは私は大変好きな言葉ですね。大食感で大酒飲みだったイエス・キリストは、ということではもちろんないですけどね、そういうふうに揶揄された、これはおそらくまあ普通のみんなと同じように食事をし、みんなと一緒に飲み食いをしたということだと思うんですね。決してその毎日大谷さんのお世話になるぐらい食べて、いつ寝たかわからないぐらいヘベル教に酔っ払ってたという意味ではないと思います。ただこういうイエス・キリストに対してこういうことを言った人たちは、おそらくユダヤ教食の特別な食事を食べてですね、そして、飲むにしても食べるにしてもきちっと節制をして、あれは食べない、これは食べないということに目くじらを立てていた人たちだと思うんです。でもイエス・キリストは、あまりそんなことは気にしないで、誰とでも食事をする、何でも食べる、飲むときは一緒に飲んでパーッとやって、そしてみんなでこう楽しくワイワイとやっていたと。そういうのを見ていてですね、あれは大酒飲みで大食感だと言ったっていうんですね。ちょっとこう羨ましい気持ちもあったかもしれませんが、でもそのように揶揄された。さらに徴税人や罪人の仲間だ、こういった人たちはもう自分たちは自分たちのその清く正しい人たちだけで一緒に食事をする、それ以外の人たちとは関わらない、自分たちはもう決められたものを食べて、そして決められた人たちとだけ付き合う、何か悪い仕事をしている人たちだとか差別されている人たちとは付き合わない、そういう生活をしていた人たちだと思うんですね。でもキリストはそんなことはお構いなし、誰とでも食事をする、誰とでも友達になる、誰の家にでも行ってそこでお泊まりになった、
それは当時の宗教的に厳しく、それこそ、戒律を一生懸命守っていた人たちから見ると、非常に不思議な様子でありました。キリストという方は、それこそ厳しい戒律を私たちに、あれしなさい、これしなさい、これはしてはいけない、あれはこれはしてないと言われたことは一度たりともないです。こんなことはしてはいけません、あんなことはしてはいけませんというようなことを言ったことは一度もない。むしろキリストはここに言われご自身が言っておられるように、知恵の正しさはその働きによって証明される。何かをしないというそのネガティブな否定的な部分ではなくて、何かをするというこのポジティブな何かをした、そのしたことによって自分の正しさを証明されました。キリスト教会は、特に日本のキリスト教会は、かつてそのまさにこのキリストのことを揶揄した人たちのような状態だった。自分たちは、あれをしない、これはしない。で、あれとも、あの人とも関わらない、この人は関わらないというようなですね、まるで自分たちだけがノアの箱舟に入っているような、そういう状態だったんですね。だったというか、今でもそうであって困るんですけどね。そういう感じが強くありました。禁止されていたことも多かった。酒、タバコはもちろん、テレビも映画も禁止されていた時代がありました。映画館の前をどうしても通らなければならないときは、前だけ見て歩きなさい。横を見ちゃいけない。見えると思いますけどね、前だけ見てても、こう看板ぐらいは見えると思いますけれども、テレビは悪魔の箱だから見ちゃいけない。そう言っていたのは私の祖父ですから。私の祖父がそう言っていたんです。本当にそうなんです。そうやってですね、あれするな、これするなって、ね、今でもそういう教会結構じゃないですけど、あるので、後から私叱られるかもしれませんけども、ピアスはいけないとか、お化粧はいけないとかね、女は髪を切るなとか、染めちゃいけないとかですね、うるさいこと言うといっぱいあるんですよ。それぞれがね、そのグループの中でそれを守っているのは別に構わないんですけれども、キリスト教全体がそうだと思われるのは大変困るんですね。だってイエス・キリストはそんなことは一言も言わなかった。知恵の正しさは何かをしないことによって証明されない。いや、むしろ何かをすることによって証明されるんだという。イエス・キリストはイエス・キリストのことをこのように揶揄して、このようにバカにしたその人たちを、お前たちは地獄行きだと言われなかった。彼らのその罪深い人の上げ足を取って喜んでいるような、そういう醜い心を、神が裁かれるその裁きを免れるために、彼らの身代わりになって十字架の上で死んでくださった。キリストは彼らの身代わりとして死なれた。まさにその行為によって彼が正しい、彼の知恵の正しさを証明されたのであります。キリスト教が教えていることは、この世界は神が作られた。唯一の神がおられる。そしてその神が私たち一人一人を深く愛しておられる。私たちと共にいたいと思っていらっしゃる。そのために一人をさえ惜しまずに与えるほどのものである。これがキリスト教です。私たちはこの神様からの愛をいただいて、そしてこの神に生かされていく、こんなに素晴らしい人生はないじゃないですか。神に愛されて、そしてその神を見上げて生きていく。しかも
永遠の命を与えるという約束までいただいている。クリスチャンはこの神の愛を伝えるためにだけ生きているんです。この神の愛を分け与えるために生かされているんですね。それ以外のことは、まあ、あまりどうでもいいと言ったら怒られますけれども、大したことではありません。しかしそういうものの中に、教会もかつてですね、クリスチャンになる人があまりいないので、教会に来る人が少ないので、守らなきゃいけないということがあってですね、あれはいけない、これはいけない。で、かつてよく教会で言われた言葉にですね、この世という言葉があるんですね。世、ね、教会と世に、こう世界ですけどね、聖歌の中に出てくるんですよね、賛美歌の中に、あなた方は世の俗に侵されてはいけない、あなた方は、世と交わって、罪を刈り取るようなことがあってはいけないというようなことをよく言いました。で、とにかく神様を信じる者とそうでない人たちの間にこう垣根を高くしてですね、だからクリスチャンは付き合いが悪い、クリスチャンはなかなか遊びに行こうって言ってもついてきてくれない、宴席の誘いに乗らない、とにかく私はクリスチャンだから、あなたたちは違うなってですね、こうやってこう垣根を高くしていた時代があったんですね。あったと私過去形にしたいんですけどね、まだ現在形であっちゃ困るんですが、それはね、イエス・キリストの生き方とは全く逆ですよ。キリストは見ろ大食漢で大酒飲みだって言われたんです。徴税人や罪人の仲間だと言われた。これがキリストの生き方だ。なのにいつの間にか教会やクリスチャンは大酒飲みで大食漢で徴税人や罪人の仲間と言われないようにですね、いい子ちゃんで、お坊ちゃんお嬢ちゃんであろうとしてきたということが大いにあるように思います。それは本当に悲しむべきことですね。自分たちだけがノアの箱舟に乗って、そして、守られて天国まで連れてってもらう、教会がノアの箱舟のような働きをしてですね、それはとんでもないことです。それはとんでもないことです。本来神の愛に打たれた者は、神様は私のような罪深い者を愛してくださってありがとうございます、私が天国に入れなくたとしても私の家族が天国に入れますようにと言って祈るのが本当に神の愛されたものです。違います？自分たちだけがもうあれもしないこれもしないと言ってですね、垣根を高くして、この罪の世から切り離れてですね、聖なる生き方をして天国まで、でも目をつぶってそれこそ映画館の前を前だけ見て歩いたような生き方をしてですね、天国に行けてそれでいいんでしょうか？それで果たしてこの大酒飲みで大食漢と言われたイエス・キリストの弟子と言えるか？言えないんですよ。それは彼のことをバカにした律法学者の弟子ですよ。もしそうだとしたらね、律法学者の弟子になっちゃいけないんです。この国ではキリスト教が広まらない理由はそこにあると私は思います。教会はとにかく自分たちのことを一生懸命守ろうとして、隣人を愛せと言って、自己中心はあなたの罪だと言ってですね、まさに教会中心で、まさに自分中心で、自分が天国に入ることに救急として、そういうキリスト教の脆弱性みたいなものは見抜かれてます。見抜かれてます。本当の福音は、その働きによって証明されなきゃいけない。その働きによって。私たちがこの全能の神様を信じ、創造主なる神を信じ、その愛を受けた者として、その愛を実行するときによってのみ証明されるものです。
もしイエス様が再びこの国においでになって、この地上においでになって、あるいはこの国においでになって、真っ先にどこに行かれるだろうか。これ有名な例え話みたいなもんですけれども、アメリカの話ですよ。これアメリカの例え話ですけれども、イエス様が、おいでになって、で、教会に行った。で、私をこの教会に入れてくれませんか。いや、あなたは黒人だからダメだと言われた。で、次の教会に行った。私をこの教会に入れてくれませんか。あなたは白人だからダメだと言われた。私をこの教会に入れてくれませんか。あなたは黄色人種だからダメだと言われた。私はどこに行ったらいいんだろうかと言って、キリストは町の中に出て行かれたというですね、まあこれは、まあジョークみたいなね、話ですけれども。イエス・キリストは、私たちを、一人一人を極みまで愛して、私たちのそばに来ようとしておられる方です。あなたが、本当の人生を生きる。誰かに支持されたり、誰かに影響を受けたり、あるいは世界のこの世の流れに流されて翻弄されて生きていくんじゃない。本当の真理を掴んで生きていってほしい。そう思ってこの地上に来られた方。そしてそのために命を懸けて私たちのために死んでくださった方です。その生き方を私たちも見習いたい。その方の弟子であるというならば、もちろん何でもかんでもやってこいというわけではない。そういう意味ではない。でも何かをしないことでクリスチャンだと思ってはならないんです。行いの中に証明されなきゃいけないんです。愛の中に証明されなきゃいけないんです。教会の価値やクリスチャンの価値は、私が確かに神に愛されているそのものであるということの、その価値は愛によってのみ表されているんです。そのためにこの教会も、そして私たちクリスチャン一人一人も、本当に神様の、生ける神様の助けが必要なんです。そのために神の助けが必要なんです。守りのためには神様の助けはいらない。私たちはいつもですね、どうぞ守ってください、ああならないように、こうならないようにって言ってですね、この問え、はたえに、このなんていうか、守備を固めようとする。でもイエス様はおっしゃいますよ、守備だけ固めてたら神様の愛は生きてこないぞと、攻めていけと。神の愛を持って出ていきなさい。神の愛を持ってあなたの隣人のところに、罪人のところに出て行きなさい、世に出て行きなさいと言われて、本当に私たち一人一人がその信仰に生かされていくとするならば、キリスト教はこの国に受け入れていくと私は信じます。この国の人たちは宗教を選んでないんです。生まれて自分の家が仏教だったとか神道だったとかいう方はほとんどですね。自分はどのように生きていけばいいのか、何を信じて生きていけばいいのかということを選んでない。選べないと言った方がいいかもしれませんね。だけどこれからはそれでは生きていかれない。この21世紀、本当に混沌とした時代を迎えようとしている。一人一人が真理をつかまなければならない。そしてこの国全体が真理をつかまなければならない時代が来ていると思いますね。その真理を聖書の中に、福音の中に、ぜひ一人一人の方々が、またこの国全体が受け入れてもらいたい、知っていただきたいと心から願います。お祈りしましょう。天のお父様。